2017年、ドナルド・トランプ大統領就任式は、2017年1月20日に、挙行された、ドナルド・トランプの第45代アメリカ合衆国大統領就任、及びマイク・ペンスの第48代副大統領就任に際して、それぞれ就任先生を披露する式典である。公開式典は、ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂の西側正面で行われた。 就任式のテーマは、アメリカ独特ので、アメリカ独特の我々の立憲制度の現れとのフレーズで、就任式典を目立たせる。このテーマは、権力の平和的な意向と、アメリカ人が永続的な共和生態を背景として、統合されていることも強調している。就任式典に関連して、コンサート、先生就任式、昼食会とパレード、就任舞踏会、 異宗教官の就任礼拝行事等のイベントが2017年1月17日から1月21日にかけてワシントン DC で開催される。2017年1月20日の先誓就任式でトランプに大統領就任の宣誓をさせるのはアメリカ合衆国最高裁判所長官のジョン・ロバーツである。同様に副大統領に就任するペンスに宣誓就任式で 就任宣誓させるのは、アメリカ合衆国最高裁判所売席判事のクラレンス・トーマスである。トランプは、バラク・オバマの大統領就任式で使われたものと、同じリンカーン聖書、及びトランプ個人が子供の頃に使った聖書に手を置いて宣誓した。野党である民主党の議員のうち、ジョン・ルイース・カイン議員をはじめとする60人が、就任式に出席しない意向を明らかにした。 また、エルトン・ジョンやセリーヌ・デオンといった芸能人も大統領就任式への出演依頼を拒否した。ワシントン DC でのデモプッシーハットをかぶった女性アメリカ国内ではトランプの大統領就任に反対するデモが実施された。就任式当日のデモの参加者の一部が暴徒化した結果、ワシントン DC では少なくとも217人の逮捕者が出た。 多くの女性たちは手製の猫耳ニット帽を、プッシーハットをかぶってデモ行進を行った。このプッシーハットはカリフォルニアに住む二人の女性が誰でもできるユニークで視覚的な主張として考案したものであり、トランプが過去に女性気をまさぐるという発言をしたことと英語で可愛い子猫ちゃんを意味するプッシーキャットにかけて命名された。 2017年1月21日にワシントン DC で開かれたデモには約50万人が集まり女優スカーレット・ヨハンソン映画監督マイケル・ムーア女性運動家グロリア・スタイナムといった著名人も参加したほか歌手のマドンナがエクスプレス・ユア・セルフ等を披露したデモの主催者はデモが世界600カ所以上で行われオンライン上で 参加登録した人数は250万人を突破したことを発表した一方、日本経済新聞は2017年1月22日の記事の中で全世界での参加人数は数百万人に上ったと推測している。ありがとうございます。